フィギュアスケート、全日本ジュニア選手権、18日、第2日、市が、木下完成アイスアリーナ、アイスダンスフリーダンス、FD、リズムダンス主位の、ラ羅厚子と岸本サラ16、田村厚彦、19、グミが、合計147、45点で出場に組11位になった。メダルを首から下げた田村は、最後まで滑り切れてよかった。岸本も、 楽しくできたかな、と笑顔を見せた。今季は9月のジュニアグランプリ、GP、シリーズポーランド大会で銅メダルを獲得した。大きな舞台を経験した2人だが、また違う緊張感があった、と岸本。田村も、まあ、全日本ジュニアですからね、と言い、顔を見合わせて微笑んだ。今後の目標は、世界で活躍すること。今大会を制したことで、 来年2月26日開幕の世界ジュニア選手権、台湾に大きく前進した。田村は大舞台に向けて、トップ10に入りたい、と力強く言い切った。